ですか。かわいい。バレンタイン予定あんの？言っちゃうけど。ダンス集まってもらっていい？ごめん、せーの、いつもありがとう。なんか楽しかったね、うん、なんか初めて、初めてではないわ。5年前ぐらいにリホとバレンタインのチョコ作ったで、ブラウニー作ろうとか言ってめっちゃ調子乗ったら黒焦げだったね。違う、本当に漫画とかドラマで見るような黒煙が部屋の中にちょっと出てきて、レンジで火事です、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 そうそうそう、それ出てきたのが黒いピーコみたいな写真がこちらです。やばいよね。でも今回はめちゃめちゃ成功してる。じゃあ今いいんだ、嫁にもいける。もう嫁にセルフであろうと。やっぱ美味しいケーキを作れるお母さんになりたい。わかる、コンピューとかやってるお母さんになりたい。わかる、目指せストラバさん。絶対作んないからね、うちら。だってバレンタインですら作んないんだ。だってうち今年作るとしたら、20年ぶりに作る。え、やばくない？7歳ぶりってこと？20年はちょっと思った、18年とか。でも多分西と一回作ったじゃん。作った。え、実家で作ったよね、ブラウニー。楽しかった、楽しかった。いやあれね、女子が2人いてあのクオリティは本当にやばい。だって火事起きたもんね、うん、電子レンジの中から煙が出てたもん、ね、あんななんか漫画みたいな失敗するんだけど。あの写真ないのかね。いや、え、あのある前の携帯とか絶対あるわ。めっちゃ覚えてるもん、あの机にさ、こいつさってやってる。そうそう。え、ありそうだよね、そのテンション感。このテンション感ありそうだよね。この辺なの絶対。待って、あった。え、すごっ。こちらですね、この写真。こちらです、はい。写真が女の子2人で、はい、爆弾を使った爆弾ガンツガンツ作成した時ですね。作成した時ですね、うんうん、よくできてますね。よくできてる。てか、こちらがうちらが作った巨大雪だるまですね。あ、どうしました、おねえ。魂抜けられましたよ。なんか愛おしいものを見るような目で。今考えてたことは、あのバレンタインデー私作ったんだって言おうかな、言わないかなっていうのかな。あ、なるほどね、はい、あ、言ったらどうですか。いいですか。はい、もうバレンタインの季節は当時過ぎてて。あ、そうですね、まあ、この世界だと昨日、この世界だと昨日心動画を撮ってる前日がバレンタインだったんですけど、チョコレート作りました。え、マジ、はい、何作ったんですか。ガトショコ。え、伝説の。いや、それがさ、うん、超うまくいって、うん、しかも、でもマジ引かないですね、本当に。マジ引かないよ、お願いだから。かわいい。これ見せるの、みんな見せない。これ見せる、見せてみよう。別に撮ってる。え、結構綺麗にできたし、めっちゃいい。じゃ逆に、だってもうこの大の大人でバレンタインで渡すって時点でもうキモいんですよ。いや、マジでそうなんです。キモいですよね。キモい。手作りチョコレートを渡すっていうのはもうすでになんかえってなるかもしれないから、逆にラブユーって入れちゃえばって思う。ああ、なるほどね。ってこと。で、それはなんかこう冗談と捉えられる。あ、そう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 、逆にね。いいんすか、いいんすか。いや、でもお待たせいたしました。チョコムースケーキ、あ、3個も。あれ、来ました。サプライズ決定だね。マスで。だってさ、キモいじゃん。だって、まあ、わかんないよ、その渡す人によると思うんですけど、うちがね、手作りチョコレート渡してくのちょっとキモいじゃん。そう、なんでうちがキモいかも。キモいでしょ、キャラじゃないか。そう、そう、だから友達とふざけて作ったみたいな感じで、うん、あー、なるほどね。実際のデコさどんくらいの。あ、実際のデコさはもうこれ、これ、あー、なかなかの。てか、要は多分これが出るときはバレンタインデーなわけ。え、マジで言ってんの。うん、あんたバレンタイン予定あんの。一応聞くけど。嘘つけ。今年のうち実はバレンタイン予定あんねん。何があんの。そんな男性チョコあげるに決まっているやろ。え、ほんま。ほんまやで。何言うてみ。え、いやいや、言うてみ。多分何もないんで言うことないんだと思います。あんだったら言ってみ。うん、はい。
最後にチョコあげたのいつ？男性に。でもうち彼氏がいてもバレンタインってあげたことないのよ。早っ。1人目に関してはアンパンマンチョコで終わらせた。いつ最後あげたの？大学とか。手作りっていう括りにしちゃうと大学4年で終わったね。誰どこ。夜はバレンタイン。夜はバレンタイン。え、そうやって悲しいお話に繋がらない？うん、練習できる。だからバレンタインのキモくないチョコの話かな。練習するぞ。相手はしかも彼氏じゃない。誰好き好き両思いかどうかもわからない、うん、だけどチョコを渡す。でその時のキモくない渡し方。オッケー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 。なんだろうね。いいよね。ラビラビ。最近全部やめます。サムネ詐欺や。サムネ詐欺。キモくないってさ、どういうのがキモいの？じゃあ逆に。だから普通に考えて、私たちの年齢って28、7。その大人の女性が付き合ってもないのにチョコを渡してくるっていう時点でちょっとハードルは上がってます。あ、そうなの？誰にしようかな。ケイスケ。ちょっと待って、ケイスケか。岡田は想像しやすい。あ、でも多分普通にチョコ、うん、ほら、わかちゃん、チョコやったーとか言ってやりそうなの。そう、手をく、手をに、手をに、手をで行こう。トヨ君とジンタンと4人で遊ん、家で遊んでます。ピロ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 。トヨ君ちょっと来て。なんで？ちょっと一回来て。今盛り上がってもない。イエーイ。トヨ君、トヨ君、待って、来た。リオ来た。いいから、いいから、一回一回こっち来て。なんでなんで、お願い、早く。なくなる？早くしろ。なんでなんで、早く来て。ねえ、どうしたの？リオ、誰？リコ。どうした？あ、テオ君、テオ君、いらっしゃい。ジンタンって妨害されすぎやろ。空気読め、全員。どうしよう。あのさ、うん、うん、これあげる。ね、俺バレンタイン。え、あげる。俺だけ？うん、俺に。だから早く。え、ジンタン、ジンタンにはあげない。なんでだよ。怖いじゃん。どうした？この女、俺だけに何か渡してきよった。よくないな。違う違う違う、あるある、ジンタのもあるけど、テオ君にこれってこと一人ずつ渡そうと思ってたの。え、本当はジンタにやんないよ。あれやんね、おめえ、え、本当？嘘。どっち？わかんない。ありがとう。いい、え、結構いいよ、マジで。うち意外とできんだね。みんなで撮影だったらまずいだ。もう強引に行く。ねえねえねえ、こっち来て。絶対できないだろ。ねえ、こっち来て。絶対できないよね。こっち来てよ。絶対できないよね。じゃあどうする？え、シチュエーション決めていいよ。え、誰がいい？じゃあ誰でもいいよ。誰でもいい。じゃあ、ヒヨさん。え、ねえ、ずるくない？え、いいじゃんいいじゃん、惜しいやん。ヒヨさん、ヒヨさんとも会ったこともないしさ、そのマジ無理やん。あ、じゃあ、はじめちゃん。はじめできる、はじめ、はじめにできるよ、うち。はじめ、絶対できる、絶対できる、はじめいけるよ。絶対できません。できます。絶対できません。もうできてるじゃん、はじめちゃん、頑張るの。いいよ。撮影しかも。いいよ。マネージャーも足りる。え、マジか。あ、次のスケジュール、あ、うん、これでお願い。あとは、あのですね、うん、あとはドッキリもやりたくて。今、打ち合わせ中なんで、少々お待ちください。ごめんなさい。どうしたらいいですか。すいません。そうですね。じゃあ、あとは、まあ、コラボとかも多めにやっていく形でどうしようか。あ、いいですね。じゃあ、まあ、そんな感じで撮影のスケジュールは決定っていう感じで。はい、ありがとうございます。で、次のあのコレクションの衣装なんですけど、一応決めなきゃいけないでしょ。なんか、はい、あ、なんか自分での私服とかもあるんです。あ、そうです。わかりました。まあ、なんで、適当に僕たちをピックアップして確認もらったり。じゃあお願いします、コレクションも。はい、はじめさん。で、あの今度なんですけど、会食で、あのいろんな政治家の方とお会いするっていう機会があります。はじめさん、ごめんなさい、なんかうるさいんでちょっと行きましたね。結構ハグタグする。
いけるないんで、ケイスケです。ケイスケ、ご飯会。あ、ご飯会いるね。いる。でも、解散の雰囲気。解散の雰囲気。ちょっとなんかもう、椅子とかこう、閉まってる感じ。はいはいはい。いや、あざした、今日は本当に、マジで、あーい。ケイスケ。あ、ちょっと待ってください。あ、全然全然。あ、え、そうなんですね。うわー、マジか。リオさん結構好みだな、俺。あーい。あ、俺結構あのツイッターでニコレニコレとか言っちゃうんですけど、実はリホさんのタイプで。え、そうなんですよ。あい。え、でもあれだよね、リホ好きな人いるもんね。ごめんね。あ、どうしどうし。リホ好きな人いるし。あ、あと、え、リホちゃん好きな人いるんですか。え、誰ですか誰ですか。いるいる。教えてください。初めてちょっとそこへん。あ、キスケ。あ、ちょっといい。あ、いいですよ。どうしました。ちょっと。え、どうしましたリホさん。こっちに。はい。みんながいないところ。どうしました。あ、ちょっと待って。なんすかこれ。うわ、明太チョコ強い明太チョコ。いや、明太チョコ。え、マジですか。え、作った。あ、メンバーに。メンバーにって感じですか。こんないっぱい入ってますよ。違う。ケイスケだけ。ケイスケだけ。え、俺だけですか、こんなにいっぱい、うん、いいですか。え、これ本命っすか、もしかして。ごめんね、ダイム。え、大人としてのエロさが欠けてます。エロさか、ちょっとガキっぽい。え、それで言うとあんたもう全然エロさを感じなかった。え、うちエロさとか結構いけるよ。え、うちもいける、うん、悪いけど。え、てか本当に好きな男の人って超触るからね、うち。うち、もうもう、うわ、やらしい。やらしいでしょ。やらしいね。だからチューできないです、この人。こんなこと言ってますけど。え、本当にできる。いいね。できるって。酔ってないともいいだろ。学習でさ、酔ってない状態でエロさでしょ。酔ってない状態でエロさなんか出ない。じゃあうち酔ってないのでエロさんしますよ。だから、うん、はい、相手は誰ですか。はい、どうぞ。はい、じゃあ、義士。うわ、義士にエロさを出せんで、ごめんね、ごめんね。ごめん。出せそうな人。ユーマ出せます。キュン。あ、かわいい。編集がしくない。オッケー、編集してるよ、ユーマ。うん、いいよ。いや、あ、今大丈夫。編集じゃん。あ、はい、大丈夫。何の編集？地声出したら消しちゃうとね。あー、え、あれ、ちょっと面白かったよ。時間ある？あ、大丈夫。どうしました？時間もらっていい？はい。2人切ってちょっと恥ずかしい。でも、なんか、あ、ヒューガーいます。今日はいいです。ヒューガーいます、そこに。ヒューガーが。ヒューガーいる？そこにヒューガーいます。え、ヒューガー、ちょっとさ、あの、取ってきて、ハサミ。早く行け。行って。いけ。二人きり。恥ずかしい。ちゃんとこっち向いてよ。ちゃんと全部で。これが私の胸の音。悲しくなるだけだよ。わあ、さわざうちのパジャマ引っ張り出してきて。わかる？あとで。ジブリ。え、そう。なんかクッキーやなんだけど。あ、ね、ちょっとずつ。あ、でも俺クッキーアレルギーだから。クッキーアレルギー。チョコも入ってる。あ、チョコはもうアレルギー。ピーナッシュ入ってる。え、ピーナッツ？ピーナッシュ。ピーナッシュ？ピーナッシュ。ピーナッシュ誰？ケーキ。あ、もう甘いもの苦手だから、ごめんね。クリスピーチキン。あ、クリスピーチキンの俺たち食べた。大丈夫大丈夫大丈夫。